皆さん、いただきありがとうございました。今年1年結果は、非常に情けない結果となってしまいましたが、本当に J リーグの舞台で熱い応援、1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、オズワルド・アルディレス監督よりサポーターの皆様にご挨拶を行います。監督、よろしくお願いします。この敗戦は、町田ゼルビネにとって大変悲しいものになりました。シーズンを通して、大変、全てを出し切った選手たちだと思います。プロテクナだけでこちらとの方が多いプレコンタラが全てを見せるのに一回のパーティード選手には私はもう感謝しかありません。トロパーティードではプロテクナで 100% 100% のものを全て出し切ってくれたと思います。Pero al final del día no nos vamos a cansar para lograr lo que queríamos lograr, que era sobrevivir en la segunda división. ただ最終節の今日、残留するための結果は残せませんでした。Por todo esto le pedimos disculpas a toda la hinchada. 私からサポーターに対して、一言謝りたいと思います。Y al mismo tiempo agradecerle por todo lo que nos apoyaron en todos los partidos, en todo este año.一方でシーズンを通して本当に温かい応援をありがとうございました。El apoyo de ustedes realmente ha sido fenomenal. あなた方のサポートは本当に素晴らしいものでした。De otro punto de vista hemos aprendido muchísimo esta temporada y nos da todavía muchas ganas y muchas fuerzas para volver el año que viene de nuevamente segunda división. このチームはまた強くなって来年また J2 に戻ってくることを。あなた方のサポートで実現したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、株式会社ゼルビア代表取締役、下川博之より皆様へご挨拶を申し上げます。下川代表、よろしくお願いします。皆さん、今日は本当に残念な一日になりました。そう言いながらも J リーグの舞台に3月の4日からスタートし、愛媛にたくさん四国に来てくれたのを昨日のように思い出されます。鳥取も素晴らしかったです。とにかく今日負けたことで町田ゼルビアがリーグ戦最下位ということになったのは事実です。ただ全てが終わったわけではございません。12月の15日、まだ天皇杯会も残っております。
厳しい厳しい1年の戦いを選手も含めて私自身も大変感じております。どこの競技場に行ってもたくさんのサポーターがいつも明るく勝つ時も負ける時も応援をしてくれている、そんな姿、そんなチームたくさん見てきました。今町田の力、ゼルビアというサッカーチームを皆さんでぜひ支えていただきたいと思っております。子供たちに夢をと言った以上諦めるわけにもいかないし、正直皆さんと同じ気持ちで悔しくて悔しくてたまりません。昨年の12月12日にはここで J リーグに上がった、勝ったということを皆さんに報告をして皆さんと一緒に喜びました。今日再開が決まり厳しい1年が終わった、リーグ戦が終わった、そういうことです。これから前向きに必ずいいチームを作り上げて、今日の湘南さんみたいに最終節で2位に入り J1 に上がれるようなチーム、びくともしないようなそんな強い強いチームを作りたいと思います。今日ここのスタジアム、市長も来てくれました。素晴らしいスタジアムに改修工事が進み、2月の終わりには完成します。3月にメディアセンターができた時に、なんででかいんだろう、なんで素晴らしいものを市長が作ってくれたんだ、そんな気持ちでした。もっともです。しかし今私たちの力はまだまだ及ばなかったと反省します。そしてまたこの舞台に帰ってくれることを皆さんにお約束して、ゼルビアとしての言葉とさせていただきます。今日一日本当にありがとうございました。1年間ありがとうございました。ありがとうございます。以上でリーグ最終セレモニーを終了いたします。これより下川代表取締役、小森が